はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、唾液の話、唾の話ね、しましたけども、まあそういう体の分泌液あるじゃないですか。口だけじゃないんですよ。分泌液の中でもね、成長因子ってあるんですよ。唾の中にもあります。口内炎できたら、あの薬塗るかもしれないんですけど治っていくでしょ。でも薬の塗らんくても治っていく時あるじゃないですか。あれって唾の中の成分が細胞を戻してくれる、治してくれる、再生させてくれる成分が入ってるんですよ。それで口の中の傷が治っていくというふうな働きがありますね。唾入かんでいいっていう動画の時に説明すればよかったんですけど、今ちょっと思い出したんで喋りました。消化液の中にもね、体を良くする成分と、体の中に入ってきたものをやっつけてくれる成分とあるんですけども、僕は今、病気してるね、人たちっていうのは、そういう分泌液も出にくくなってるんで、体が悪い状態になってるんで、ちょっとね、お腹痛くなったりとかしてると思います。まあ、日によってですけども、毎日じゃないんでね。ちょっと話がまとまらなくなったんで、ちょっとこの辺で、今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。